はい、大変お待たせしました。2022ベストオブミス愛知大会の後編となります。後編ではドレスウォーキング審査、7時応答審査、グランプリの発表をお送りしたいと思います。まずはドレス審査の様子をお送りします。なお後編でも背景に流れている音楽は著作権の関係上別音楽を入れて編集してあります。あらかじめご了承ください。Thank you.
はい、ここから質疑応答審査を取ってみたいと思います。ご覧ください。エントリーナンバー1、鈴木みずきさん、前へどうぞ。質問は審査員の小山正也様よりございます。小山様、お願いいたします。はい、お疲れ様です。一点ちょっと質問させていただきたいんですが、スピーチの際に、ご自身のことがすごく好きだというふうにおっしゃってましたが、その中で、あなた自身の一番誇れるものは何ですか？お答えください。エントリーナンバー2、鳥居アリサさん、前へどうぞ。質問は審査員の加藤セリナ様、お願いいたします。エントリーナンバー3、田中みずきさん、前へどうぞ。質問は審査員の桜井宏典様、お願いします。桜井宏典様、はい、質問させていただきます。Thank you.
問は審査員の山本幸子様をお願いいたします。
エントリーナンバー7、小賀井と玉木さん。質問は審査員の加藤源一様、お願いいたします。はい、お疲れ様です。一つ質問させてください。子供の頃の夢を教えてください。また10年後どんな自分になってるか教えてください。お願いします。私の子供の頃の夢は国際線の CA になることです。両親が空港で働いているという環境で育った私にとって空港は憧れの場所だったからです。今現在英語力は未熟でしたが、10年後は必ず国際線のキャビンアテンダントとなって世界中へ羽ばたく、そして私の使命と考える地球環境の深刻さも同時に伝えていけたらいいなと強く思っております。ありがとうございました。エントリーナンバー8、新井ひなのさん、前へどうぞ。質問は審査員の森英華様、お願いいたします。自分は
問は審査員の武田いきなり様よりございます。武田様、お願いいたします。はい、それではスポンサーお疲れ様です。質問させていただきます。あなたにとって社会に貢献できるお金とは何ですか。よろしくお願いします。エントリーナンバー11、岸あずささん、前へどうぞ。質問は審査員の吉田千佐様、お願いいたします。
ントリーナンバー12、松原愛さん、前へどうぞ。質問は審査員の堀玲馬様、お願いいたします。はい、これで全ての審査が終了いたしました。こっからですね、いよいよグランプリの発表を取ってみたいと思います。これからグランプリの発表を取ってみたいと思います。まずミセス SDGs の発表からいってみたいと思います。
になりました。メリーユニバース代表は鈴木二女さんになりました。ベストミス愛知総合2022グランプリ、
2022ベストミス愛知大会ミスユニバースプレミナリティ代表は佐藤蘭花さんになりました。見事ミスユニバース集団グランプリを受賞された佐藤さんには、武田左様2021ミスユニバースジャパン愛知準グランプリ山本優也様よりサッシュ、ティアラ、花束、トロフィー、副賞が贈られます。受賞した4名の方に今の気持ちを伺いましょう。ミセス SDGs ジャパンを受賞しました岡崎由美さん、マイクの前にどうぞ。取れないと宣言していても取れないかもしれない。
見たい。続きましてミスユニバースジャパンを受賞しました佐藤蘭香さん、マイクの前へどうぞ。はい、改めて振り返ってみたいと思います。まず2022ベストミス愛知大会ミス HGDS は岡崎由美さん、ミスユニバースプレミナリティ代表は佐藤蘭香さん、レディーユニバース代表は菊池里奈さん、ミスユニバーシティ代表は鈴木瑞希さんになりました。誠におめでとうございます。またその他のファイナリストもですね、本当にですね、素晴らしい賞を見せていただきます。誠にありがとうございます。これで2022ベストミス愛知大会前編後編全て終了となります。両方ともご視聴いただき誠にありがとうございました。はい、ただいま終了いたしましたグランプリなんですけれども、まずミズユニバース代表佐藤蘭香さんになりました。はい、でごめんなさい、でミズユニバース代表菊池里奈さんになりました。はい、で次がですね、あ、ごめんなさい、ミスユニバース、ユニバーシティの代表がですね、鈴木瑞希さんから誠におめでとうございます。はい、で今回も愛知に行きましてですね、まあ、本当に充実の見つこだと本当に感じました。はい、そんな感じですね。はい、でですね、まだ地方大会いくつか取りたいと思ってます。よろしくお願いします。そんな感じです。雄大コープの三浦瑠麗でした。ご視聴誠にありがとうございます。まあ、何かしら覚えたら皆さん、それでは。